まあ、科学の分野なんですけれども、大きく分けると、無機有機物理化学っていう3つの分野があって、その中の無機化学の分野になります。無機化学っていうのは金属の化合物の化学ですね。私はその中でも、ニッケルとか銅のような、繊維金属元素を中心に研究をしています。それに有機化合物を組み合わせて、液晶を作ったりですね、単分子の膜を作ったり、分子が集合して起こる構造的な変化を研究するような仕事をしています。で、私の場合はその熱、温度ですね、熱によってそういった分子の配列がこう規則的に変わる現象を、追っかけていて、まあ、つい最近なんですけれど、類結晶化っていうちょっと特殊な、形を見つけまして、温度を下げていくと普通結晶化するんですけど、温度を上げていくときに結晶化するっていうちょっと特殊な、まあ、材料と言っていいんでしょうかね。そういった化合物を見つけることができました。一旦溶かして温度を下げても実は結晶化しないんですね。で、温度を上げていくときに結晶化するっていう、そういう化合物ですので、実は溶けるときに熱を吸収して、固まるときに、結晶化するときに熱を放出するっていう物質には性質があるので、実はこの化合物ですね、吸収した熱をそのまま蓄えてしまうっていう性質があるんですね。で、ちょっと温度を上げるとその蓄えた熱を放出するという形で、まあ、エネルギーを貯蔵するような、熱エネルギーを貯蔵するような材料として使えるんじゃないかっていうふうに考えてます。また金属が入っているので色が変わるんですね。その色の変化っていうものと組み合わすことができるので、ちょっと特殊な材料になるんじゃないかなと期待しています。探索型の研究っていうのが私は大事だと常日頃から言ってるんですけれど、結局その本質的に新しいものを求めるためにはやっぱり探索が必要だと思うんですよね。組み合わせはもういくらでもあるわけだし、混合する比率だって無限にあるわけですから、無限の可能性があると言っていいと思います。類結晶化っていうのも予測して作ったものではないので、見つかってしまうと、あ、こういうのに使えるかもっていうアイデアが出てくると思うんですよね。だから、まあ、理学部の研究っていうのはそういった面白いものを見つけることができる、そこのワクワク感ですね、そこがいいんじゃないでしょうかね。